今現在、隣といいますか薬草の方にあります愛知工業大学というところの地域防災研究センターというところで研究員をしております石井と申します。私愛知県立大学に、入学しましたのは1999年でございまして、4年間の学部生活の後修士課程に進学をし、その間にドイツ留学をさせていただいて2006年に修士をいただいて、修了したということでございます。この時代ですね、どういうことが流行っていたというか、世界は何だった、どうだったかということですけれども、例えば1999年、つい最近またニュースになっておりましたが、ドコモのiモードがちょうどスタートしたというような年ですね。はい、ありがとうございます。こんなに詳しくご説明いただくと、はい、ありがとうございます。こんなに詳しくご説明いただくと思っておりませんで、大変恐縮です。はい、ありがとうございます。こんなに詳しくご説明いただくと思っておりませんで、大変恐縮です。はい、ありがとうございます。こんなに詳しくご説明いただくと思っておりませんで、大変恐縮です。今500円玉が新しくなりとかですね、そういうような変化がありました。この辺で言いますと東海豪雨が発生したという年でもございます。この年にも鳥取県西部地震ということで、大きな地震が起こっております。2001年になりますと iPod です。iPad とかじゃなくてですね、こんな小さな音楽を聴く機械が発売されまして、あれがこうくるくると非常に感触がいいということで、大ヒットしましたね。それからその後ずっと使われることになります XP が出たのもこの年です。それからこの辺で言いますとゆとりトラインが出たと、開通したというようなことがありました。2002年になりますとユーロがいよいよ流通を開始したりですね、それから11年度が開始したり、それからこれがいろいろ物議を関しましたユートリ教育がスタートしたのもこの年です。2003年になりますと、イラク戦争が勃発したりですとか、地デジが放送を開始、地デジといえばそこの瀬戸にあるタワーですよね、あそこから放送が開始されたのが2003年ということです。この年にもやはり十勝沖地震ということで大きな地震が起こってございます。で、私が入学した前後の愛知県立大学ということで、もうこれまでにいくつか何回か説明がありましたけれども、1998年に長久手キャンパスに移転をしたということで、大学としても大きな節目だった。はい、ありがとうございます。こんなに詳しくご説明いただくと思っておりませんで、科学部が設置をされ、2002年には大学院情報科学研究科が新設されたということで、私99年の入学ですので、情報科学部の第2期生ということになります。で、このキャンパスに来てみますと、車で通学をいただいて、そこの守衛室のところを左に曲がるとですね、ぐるっとこう、我々は県大サーキットというふうに呼んでおりましたけども、この環状のところをこう行くと、冬になりますとその向こう側にきれいに、これ御嶽山ですけれども、非常によく景色がいいところが見えます。それから何といってもこの角度から見た堂々たるこの、建物ですよね。これを見て、入学した時に、ここは何という堂々とした自然に囲まれた非常にいい、勉強をするためには恵まれた環境であるなということで、非常にワクワクした記憶があります。私、情報科学部の第2期生ということでございまして、新しい設備、もうどこの部屋に入っても新築の匂いがするわけですね。で、もう本当に新しいうちに引っ越したぐらいのつもりで、もう最新の設備も整っておりましたし、学生の多くの人がですね、黎明期を実感したんだろうと思います。その当時、これ2000年頃だと思いますが、撮影したコンピューターの演習室の写真ですけれども、現在ではもうこういうものはありませんが、非常に巨大なブラウン管のディスプレイがずらっと並んでおりまして、これを見た時には、おおと、こんなに最新の設備がこんなにたくさんあるぞというふうにして、感動したものです。で、この部屋は広いですし、静かですし、憩いの場にもなってですね、学生さんが、学生というのは我々ですけれども、集まって、いろいろ話をしたり、憩いの場にもなっていたということです。で、こういうような状況に囲まれて、勉強についてもですし、それ以外についても、人にやる気と、
それから活気にあふれていたというような時代でした。で現在、今日ですけれども、この部屋を覗かせていただきました。ちょっとやっぱり時代を感じますけれども、すべて、液晶のディスプレイになっておりまして、台数も100台を超えるというような話でございます。もうこのような大きなものは必要はなくなってきているのかなと。はい、ありがとうございます。こんなに詳しくご説明いただくと思っておりませんで、は医学科生、医学科の構成でございまして、情報システム学科と地域情報科学科と。はい、ありがとうございます。こんなに詳しくご説明いただくと思っておりませんで、大変恐縮です。今、医学科で特色のある研究教育活動が、展開されていたということです。で、情報システム学科の。はい、ありがとうございます。こんなに詳しくご説明いただくと思っておりませんで、大変恐縮です。今、現在、隣と言います、それから、現在まで続くロボット、の研究等もこちらの方の流れを組んでいるんだというふうにして思います。それに対しまして地域情報科学科というのはこれは非常に特色のあるというか楽しいというか学科でございまして、いやシステム学科が楽しくないと言ってるわけではないんですけれども、地域環境の分析あるいは分析手法とかネットワークシミュレーションということで極めて多種多様な研究分野が混在している学科だったんですね。生物のウニの研究をしていらっしゃる先生もおられましたし、それから私が研究室に入りました活断層ですね、自然地理学、地震の研究をしている先生もおりましたし、いろんな研究分野が混在している。でこれが現実世界の解析とかシミュレーションですね、もっと言えば将来予測みたいなものも含めて我々が勉強しているそのコンピューターの技術が現実世界にこう適用できるんだというようなことをそのリアルタイムで勉強することができて、これも楽しいなというふうにして過ごしていた毎日でした。それで情報科学部の学生生活を語る上で外せないのが実験というこのキーワードでございます。毎週ではなかったかと思いますが、実験というこの果てしないこの実習形式の講義がありまして、これはあるテーマに沿って、実験といいますとこう試験管を掘ったりだとかっていうようなことを想像される方もおられるかと思いますが、情報科学部でいう実験というのはこう電子回路を組んでですね、電流を流してみて、挙動を確かめる等々のあるいは小さなコンピューターを作ってみるとかそういうようなことをやっております。でこれがなかなか課題に対して、答えが出せないというようなことで、これが非常に大変でございます。で非常に大変だというような記憶しかほとんど残っておりませんで、中で何をしたか今どういうふうに役に立っているかと言われるとちょっとムッとなってしまいますけれども、終わった班から帰っていくんですけれども、終わらない班はですね指導を受けながらもう深夜に及んでもうちょっと休憩すると言って伏せてしまう人もいるぐらいの実験という果てしない実習講義も受けていました。学生生活全般ですけれども、そういうわけで、実験に限らず講義の中で先生方が出していただけるといいますか、はい、ありがとうございます。こんなに詳しくご説明いただくと、はい、ありがとうございます。こんなに詳しくご説明いただくと思っておりませんで、大変恐縮です。今、学生さんを取り囲んでですね、お互いに議論するというか、一方的に教えていただくというような形で、なんとかその課題をこなしてですね、次の週の授業に間に合わせるというようなことを繰り返しておりました。言ってみればこれが本来の学生の姿なのかもしれませんが、そういうことで学生同士の絆も深まりましたし、んではないかなというふうにして思います。それから学問に関すること以外でもですね、こういった立地ですのですぐ外に出て娯楽施設があるわけでもなく、家に帰るのに下手すれば数時間かかるなんていう学生もおりますので、ちょっと気候が良くなってくると情報科学部との外のベンチのところになんとなくみんなで集まってですね、井戸端会議が始まるというようなこともやっておりました。で先ほども出ましたけども、この写真は議論しているようにも見えますが、当時は
携帯のキャリアの会社がですね、お客さんを囲い込むためにこういろんなサービスを乱立させているような状況で、これはいっそのことをみんなで同じ携帯会社に移ったらちょっと安く済むんじゃないかみたいな相談をしているところですね。それから今ぐらいの季節になってきますと紅葉も綺麗になってきますので、ちょっと綺麗な、ね、見に行こうかというようなことで身近に、まあ、学内ですけれども校内に見に行ったりとか、そういうような生活を送っていました。それから、まあ、学部に限らずということですけれども、例えば部活です。私これはちょっとした自慢なんですけれども、写真部を創設した時のメンバーの一人でございまして、今日もちょうど学祭をやっていますので、写真部先ほど覗いてきたら、私たちがやっていた時よりも非常に大規模になってきてですね、非常に精力的に活動していますので、ぜひ皆さん今日5時までやっているそうですので、後で見に行っていただければと思いますが、そういうふうに部活をやってみたり、それから学科が2つありましたので、学科対抗というような形でソフトボール大会を企画していただいたり、それから写真が出てこなくて非常に悔しいんですけれども、ある先生がですね、ユタ州へ、アメリカのユタ州へ短期留学を企画していただいてですね、これで両学科から10名程度の学生が参加をして、お互いに親睦を深めるとともに、視野を広くするというようなこともやってきました。それから、まあ、学内のこと以外にもですね、みんなで集まってスノーボードに朝早くから、なんで今考えたらあんな早く起きれたんだろうと思うんですけども、朝早くに起きて高速に乗ってですね、十数人で3台くらい連なってというようなことをやっておりました。それで、まあ、先生方の精力的なご指導、熱いご指導をいただきまして、学部を皆さん無事に卒業されたと記憶しています。でそれから、まあ、半数近くの学生方とも記憶しておりますが、まあ、大学院のに進学をしまして、私も進学をしました。でこの時は先ほど言いました活断層の研究をされている先生の研究室にいたわけですが、今から考えれば非常に漠然としすぎていて、何を考えているんだと思いますけれども、まあ、将来はマスメディアの方面に行きたいなというような思いもありまして、私英語が苦手でございますので、一方でドイツが好きだということでですね、ドイツ語の先生にご相談をして、ドイツ語を話せるようになればちょっと人と違ったことができるかなというようなことでドイツ語に行きました。ところがです、はい、ありがとうございます。こんなに10月には新潟県の中越地震が起きました。それからその2ヶ月後にはスマトラ沖地震が起きました。ドイツでもこれらの地震の様子というのは速報、まあ、連日トップニュースで扱われておりまして、遠いドイツからですね、日本の新潟の公民館に避難されている、まあ、お年寄りだったり子どもさんだったりがインタビュー中、はい、ありがとうございます。こんなに詳しくご説明いただくと思っておりませんで大変恐縮です。今どうしていいかということですよね。もう、まあ、日本にいたから何かすぐできるというわけでもありませんけれども、遠く離れたところで馴染みのある顔が困っている顔を見るというのは非常に心にしみるものでございました。で、その時に非常に恥ずかしながら、はい、ありがとうございます。こんなに詳しくご説明いただくと、研究をすることの意味というものを痛感していてですね、帰国後には文学をしてもうこれは徹底的に、まあ、仕掛けに進もうという決意をしたということです。この米というのはそのことについてですね、文学にの手続きをするにあたって先生方には非常に、ご尽力いただきまして、きちっとお礼を言う時もなく今に至ってしまっているので大変申し訳ないですが、大変ありがたかったということです。で現在は先ほど少し お話しいただきましたけれども、変動地形という活断層の研究ということで、ドローンのを飛ばしています。まあ、いわゆるドローンですけれども、これをビートを飛ばしてですね、お腹につけたカメラで写真を撮って地形を解析するというようなことをしています。でこういったはなんですけれども、変動地形の分野はですね、いわゆる情報化がちょっと遅れているといいますか、最新のこういう調査機器を使えば解決しそうなこともですね、なかなか取り入れるのが立ち遅れているというような状況がありまして、まあ、そういうところにそこのニーズに私が入っていってというようなことをやっています。それから今の地域防災研究センターでは地域の防災に関する研究もしておりますし、
この今年からは、はい、非常勤講師をさせていただくという、はい、ありがとうございます。こんなに詳しくご説明いただくと思っておりませんで、はい、まあ、愛知県立大学を出たことによってですね、はい、ありがることには間違いないんですけれども、この3つですね、この自然豊かな環境、それから先生方の活かす熱心なご指導があり、それに、まあ、守られるといいますか、そういった、はい、ありがとうございます。こんなに詳しくご説明いただくと、いい学部を、まあ、作ることができたということで、現在の自分があるだろうなというふうにして思っております。以上です。ご清聴ありがとうございました。